送信。なあ、何を送信した？どのせいでポシア。新垣さんから。休みの日は先輩に会えなくて寂しい。いつでも会えるように先輩の画像をください。なぜ急にこんなことを。俺のスマホって。よし、取り返した。もうすでに既読になってる。違うんです先輩、やったのは姉で俺じゃないんです。先ほどはすまなかった。お詫びにこれを。寝てる音、タピる音。